年は個人的にもチーム的にもなかなかうまくいかないシーズンで、まあ、最後まで残留争いやったりダブスポン天皇杯負けてしまったので、まあ、すごい悔しいシーズンでしたけど、まあ、これをしっかりと、次に活かせるように、まあ、もうこれからしっかり練習して来シーズンはもっとサポーターの皆さんと喜べるといいなと思ってます。まあ今年は、まあ、なかなかホームでも勝てない試合も多かったんですけど、すごい応援してもらって選手は力になったなって、ありがとうございました。サポーターの皆さん、1年間おめでとうございました。今年はあの残留という結果で終わってしまって、まあ、自分的にも、試合にあまり絡めることができなくて、不甲斐ないシーズンに終わってしまったんですが、来年は、自分も、個人もチームも、いい結果を残せるように頑張るので、来年も応援よろしくお願いします。1年間応援ありがとうございました。今年は、結果が出なくて不甲斐ない、ことになってしまいましたが、これからも、選手はみんな頑張っていくので応援よろしくお願いします。